ワッフルキッズ2が始まりました。それぞれ自己紹介をしてまいりましょう。萌え萌えこと西平萌えです。ゆうこと今井優香です。こまりこと小丸田美穂です。はい、この番組はアキバワンダフルボックス、略してアキバッフルの生配信番組です。アキバッフルは旬なアキバの情報を全国に全世界に発信するインターネット番組です。はい、番組は毎週火曜木曜の夕方に更新されます。番組が見られるのはアキバ .tv と YouTube です。今回も新型コロナウイルス感染拡大防止のためリモート生バッフル、そしてショールームの生配信でお送りしております。はい、さて今月の衣装テーマは洋館です。ではゆっくり皆さんに見ていただきましょうということなんですけど、では お一人ずつ。はい、分かりました。今日はトップバッターということで。はい、分かりました。でもね、でも見えるかな、見えるかな、はい、洋館って言われてね、何涼しげな格好って要するにすることですよね、うん、なのでまあ夏っぽくってかつ涼しげな色合いのちょっと青っぽいの、うん、であとこれ分かるかな、シャツ、スイカの柄のシャツを選んでみました。選んでみました。でまあ柄夏っぽくして、これスカートもちょっと色味の違う紺色で全体的に涼しげな色のものを今回私は選んでみました。うん、どうですかね。スイカかわいい。もうダメだ。毎回やる。毎回やるよ。わー。毎回。やらせながら。はい、今日は。はい、はい、お願いします。もういつになったら。はい、私は。まあね、なんか涼感って言われて、まあ、白と水色とか着とけばええやろみたいな。そう、涼感ってなんだろうと思って、で、まあ、一応なんかこのちょっとね、なんていうの、ちょっとそうレースっぽい生地で、まあ、ちょっと左右非対称で、このちょっとデザイン性のあるトップスと、あと下はねデニムのスカートですね、うんうん、これあの画面には映らないんですけど、後ろスリット入っててちょっと涼しげかなっていう、みんな一斉にこちら一斉に見ます。はい、こんな感じでございます。バイバイ。涼しい感じでいいですね。あ、ピアスもしてるよ。あ、そうだね、ピアスしてます。ピアスちょっと白いね。そう、白い、可愛いピアスしてるよ。見えるかな。じゃあ私も、はい、私もちょっと白と水色で涼しい感じにしたんですけど、このひらひらとスカートもチュールスカートで、うん、こう透け感というか、すごいデザインが可愛いスカート、うん、そうなんです、入ってきてると思って、白はロスになっております。可愛い可愛い感じに涼しい感じにしてみました。全員白っていうのを避けられてよかったっていうのはちょっと座った時に全員白になっちゃったらあれかなと思って、偉い、初回みたいになる、初回みたいになっちゃった。そうです、どうしようって白を青押す、ちょうどこうグラデーション、いやーよかったよかった。白のトップスも考えたんですよ、その同じ感じで白いくて下ちょっと紺色とか青っぽいのにしたら夏っぽくなるかなって考えて、で背景白いからなと思ってスイカにしてきたら2人ともトップス白で、危ない危ない。私なんならね、あの全員白と青なんじゃないかと思って。そうなんですよ。本当に本当によかった、ちょっと紺色も青と。行き当たりばったり感がすごい。はい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 、参りましょう、参りましょう。はい、このコーナーは前回のお絵描きの答え合わせとダブルプレゼントの抽選をいたします。前回のお題は江戸時代の花形職業
でございました。大変申し訳ございません。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。まあ、それではね、まあ、ダブルプレゼントの抽選を行っていきたいと思います。はい。おとったことはこちら。まあ、答え合わせじゃないかな。あ、さっき聞いてみ。あ、失礼いたしました。すっ飛ばしちゃった。そうですから。そうですね。はい、じゃあ、まず答え合わせから。はい。前に出ますか。出ましょうかね。はい。ただこれ、あれ私このお題で合ってたよなって、ちょっともううろ覚えなんですけれども。まずでは1番目、長田職業。はい。こうだったんですけれども、これ、私の記憶違いでなければ、答え、おかっぴきだったんですよね。そう。丸がベタ。合ってました。おかっぴきでした。わかった人いたかな。なんか、ワード的にね、これ、これをね持たせておけばそれっぽくなるかなって思ってね、ちょっと持ってもらったんですけど、後からそのお伺いしたら実はこれ持ってる人そんなにいないらしいっていう、おかっぴきって呼ばれてる人たちは厳密にはこれあんまり持ってないらしいっていうのを聞いてやってしまったかもしれないって。いちょっとでもね、そこはね皆さんのうまく買ってくれたかな、買ってくれたかな、買ってきた人いたかな、どうだったんだろう。ではうまいです、うまい。本当本当うまいです。本当呼ばれる人よ、知らないけどよかった、なんか、はい、よかった、当てれてよかった、聞けてよかった、はい、まあそんな感じでおかっぴきでございました。ありがとうございました。はい、じゃあ2番、私かな、はい、お願いします。はい、じゃじゃん、私この格好だと思ってたんですよ。江戸時代もこの格好だと思ってたんだけど、あ、バツ出ましたね。違ったみたい。そう、格好は違うけど、でもあのお題はね、これ大工です。でも分かる、そう、分かるよね、分かるよね、まあ現代の格好してっからね。現代の大工です。そう、今日は分かるけど服装江戸時代じゃないって。でも一応ね、一応ここでしょって思ってたんだけど、違うんだ。すごい首を振ってる。首振られました。でもね、あの答えが合ってれば OK だから、みんな頼むぜ。答え自体はね、答え自体は分かる。そう、はい、大工でした。はい、最後問題の問題を最後見せたくね。はい、いきます。ドン、なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。あ、まあ、じゃあまず正解は飛脚でした。まあ、審議ですよ。でも飛脚って言われて、あのその絵を見せられると、うん、確かに飛脚だわ。えそう、ジレさん、ジレ、あ、そうなんですよ、ジ、そう、ジレ、飛ぶ足で、私もなんか、あ、足ああ、なんか、はしご、そう、なんか連想ゲーム的に、結局その飛脚がわからないから、わからなかったんでしょ。わからなかったんでしょ。そもそもわからなかったっていうことよね。そうだから、そう、連想ゲームで答えを、みんなをね、こう導こうとすると、あ、確かに飛脚だわみたいな。本当はなんか現代の郵便屋さんみたいな感じでしたね。まあそうですね、やるとね、はい、もう全然違いましたけども、とりあえず絵を描きましたって感じです。わかんないキャバツって言われてる。まあ飛脚でしたよ。はい、さて、あって、なんか、抽選の前に、果たして当たった方が、そうだよね。いたのかな、そこなの問題。それが今一番怖いんですよ。いる !2 名すごい、あ、すごい、すごい、すごい、天才じゃん。100! すごい、やば、もう、鳥肌が。ちょっと引いてくれ。じゃあ、さっきちょっと飛ばしちゃって言っちゃいましたね。それではね、早速ね、抽選をじゃあ行っていきたいと思います。はい、さてさて、2名のうちやったのは一体誰なんでしょうかっていうところなんですけれども、それでは、じゃあスタートのストップですかね。はい。それでは、私でいいですかね。では、スタート無音の句。無音の句。
かな、どうか。いやいや、ストップ。はい、今ちょっとね、カキカキしておりますので、少々お待ちください。来た？来たかな？ごめんなさいね、確認します。誰だ？誰が出るかな？あ、はい、お待たせいたしました。今回当たったのはポンさんです。おめでとうございます。すごいよ。まさか当たる方がいるとは思っておらず。いや本当にありがとうございますって感じです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。当たらないよってコメントが。そうだよ。まあね、その真ん中大工はまあね、わかるかなとは思うけど、両サイドがちょっとね。どうなんだろうっていう。ヒントでね。ヒントで。そうゲーム的なね。ね。今日は頑張ろう。今日は頑張ろう。今日でもどうなんだろうな、今日のお題。はい、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 皆さんこんばんは。こんばんは。私の声は聞こえていますか？聞こえてますよ。はい。わかりやすいお題で評判のバッフルさんです。どの口が、どの口が言われそうじゃん。今日はちょっと思考を変えましてですね、分かりやすくしました。あの、断面図シリーズ。それ簡単かな？難しいですよね。あの、何かの断面図を皆さんには書いていただきます。そして、ご覧の皆様には、それが一体何の断面図なんだか当てていただくという非常になんかこう、レベルの高い、でも分かりやすい、分かりやすいお題でございます。はい。ではちょっとじゃあ説明していきます。これから私たちがスタッフから渡されるお題に沿って絵を描きます。いつもは会場のお客様に私たちが描いた絵のお題を当てていくのですが、今回はリモートですので、回答は後ほどツイッターのダイレクトメールで送っていただきます。今回から全員のお題を当てていただいた方には、メンバーの社名をプレゼントします。ダブルプレゼントで当てていた方の中から、抽選で今回はサイン入りのチェキをプレゼントします。抽選は次回の生バッフルで行います。ということで、はい。ではいでは、こちら紙をね、はいはい、準備していただいて、お題ですかね。お題ですね。で、今回はこちら、画面のね、はいはい、ここにお題が送られてきておりますので、はいはいはい、では、我々の方でちょっとチェックをさせていただきたいと思います。はい、今回のお題、こちらです、ね。はい、簡単だよね。うん。簡単？簡単、うんうん、みんな知ってるでしょ、それぞれ物自体は知ってるけど、うん、それをバーンって断面にして描けばいいだけですよ。まあ、あの縦にこう、はいはい、あのここ決して輪切りにしないでくださいね。輪切りにするとみんな同じになっちゃうからね。ああ、こうじゃなくてこうだよ。縦に。そう。うん。なるほどね。ほうほうほう。ではお願いしますよ。はい。3分間。よーい。よーい。スタート。いやでもね、わかるような気はする。断面ですよ。なんかね、前見たんだよな、こうなってるよみたいな。見た気がするんだよ。
ちょっと見なくなりますね。これね、なんで思いついたかっていうとですね、テレビ番組でね、超デカ盛りとかをやってる番組がありましてですね、それでなんだか意味なくそのデカ盛りを断面にして紹介するっていう不思議な、そうありましてですね、それを見て、あ、面白いなと思ったのでパクりました。ちゃったやっちゃったよ、うん、されやすいんですけど、ちょっと今回もやばいかもしれない。誰かえ、もう終わったんですか？私終わりました。終わった、はい、終わった、残り1分残り1分で頑張る、ぽい気がする。お前さん大丈夫？悔いが残らない、大丈夫？顔面ですね。衝撃の言葉が今聞こえました。え？私の左の前が断面図ということを理解してないかも。え？なんかすごい断面でしょ？ご理解いただけなかった方が。え？なんかもう、まさかさ、これに引っかかるかな。頼みますよ。ここ2人は大丈夫だと思います。多分分かる、分かる、分かる。初見の方とかもいらっしゃるんでね。メッセージ。メッセージ来てらっしゃるんで、初見の方。はい。なんかこれから、前に出て見せるんですけど、はい、答えは、ショールームの、あ、じゃあショールームじゃないね。DM で答えていただくので、コメント欄での答えの回答はご覧ください。お願いします。お願いします。もえもえからいきますか？これいきます、ね、これはもうラストです。ラストでやめてやめてじゃあまあね、わかあ、これに比べたらって言うとちょっとあれかな、わかんない引っ張らない。いきます。はい、これはわかる、これはわかるでしょう。おお、なるほど。その子上のね、上のペロリンがいいですね。このくらい開けますよねっていう、そう思って開けてみました、うん、でね、なんかだいぶ前になんか実はなんかそこが開いてるらしいみたいな、都市伝説をね聞いたので、せっかくだちょうどいいと思って開けてみました、うん、あ、そうなんだね、うん、なぜかなうまい。お上手。はい、正解してきて。うまい、うまい。まあ、とりあえずこちら、はい、今日はうまいっていっぱい言われた。よし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 。はい。まあ、とりあえずこれです。はい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 。じゃあ、小森さん。小森さんで。大丈夫だと思いますよ。大丈夫ですよ。いくだーどん。わかるでしょ。わかるでしょ。うん。ほら、おお、ほら、断面だよ。ああ、なるほど。ほらほらほら、あのね、そう、ほら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 、分かってきた。じーっとで見てるとだんだん浮かび上がって分かってくる。分かってくる？うん、ほら、あれかなみたいな。よく見て、よく見て。よく見るとね、分かっ、うん。初見はね、牛かな、うん、初見だと。牛？
牛の顔面ってだいぶだいぶえぐいね。あれな。そうだね。うん。ではラスボスが待ってます。ラスボスか。でもやっぱり一番難しかったと思うんですけど。いやー。なんだろうな、いや。なんて、なん、うん、まあ、見てもらおう、見てもらいましょう。はい、いきます。うん、せーの。あ、じゃあ、ちょっとこっちにも見せますね。はい、だからさ、その下何、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 断面っつったよね。うん。そこなの。うん。断面を知らない。知ってます。断面ってなんかわかる。下のは断面じゃない。違う、これ断面なんです。断面で説明させてください、まず。はい、はい、これが横向きの断面図です。あ、ここはちょっと間違えちゃった。で、下はこっちで見るんじゃなくて、こっちの正面。あ、正面か。あ、輪切り、要は輪切り。輪切りの位置に。ダメやつ。そう、輪切りなの。それ多分ね、こっちがダメなんじゃないですか。輪切りって。携帯の問題。皆さんのちょっと見比べていただいていいですか。どうなってます。ってことは、いや、これ、違いますか。確かに、切る向きは一緒。切る向きは一緒なんだけど。そっちが見てる。あ、なるほどね。なるほどね。うんうんうん、切った、こう切って、パカッてしたところを見せない。え、それこれ、え、あの、なんか、なんて言ったらいいんだ、今ね、多分ね、こういう断面とこういう断面を描いた。そうです、そうです、そうです。でも、ゆうちゃんは多分、この断面のここを描いてる。あ、そうです。だ、断面だからこっち描かないと。え、だから断面出してる。え、あ、そっか。え、じゃあ、まだ理解してる。まあ、あの、うん。上がね、あの、上の断面が混乱の。ちょっと輪切り状態になっちゃうものだから、それは。だから、どっちかというと、それをこう書くんだったら、この向きじゃなくて、こうして、こうしないといけなかった。そうだね。書くな。納得してもらえてない気がする。うん。うん。東京行きましょう。はい。はい、東京行きます。あの投票は、まあ、あの断面書きとして一流な人。一流な人、なるほど。どういう順番でいいですか。あ、ちょっと番号だけ。はいはい。もう断面書かせたら、この人は多分あの断面界でてっぺん取るだろうなって思う断面の人。思うんだけど、3番ってなかなか3番をもらうっていう。あのね、やべえやつの称号。それいや、画伯って言ったけど、画伯、画伯の3番。いや、これ大学で一番難しかった。そうかな。今回私たちが書いたお題が分かった方は、アキバワンダフルボックスのツイッターアカウントにダイレクトメッセージを送ってください。今回から全員のお題を回答してくださいね。締め切りは8月14日日曜日まで。当選者の方には制作委員会からメッセージします。あの3番が多いんですけど、みんな面白がってるでしょ。まあ、一流、面白い人の投票じゃないからね。まあ、ある意味、チェッペンは取れるかもしれない。ある意味、チェッペンは取れる。いけるかもしれない。そうやって言われてる意見がまだいい。まだこういうとこですよ。これですよ、答えは。なんでそんなに爆笑されてるのか分かんないんですけど。それを理解してもらえないのか分からない。まあまあね、分かりますよね。でも、うん、上に行っちゃう。断面図で笑える。3番が1番。
3番は結構いいポイントポジション、うん、いやもうできない3番は結構そうか、まあ、ただ単にね分かりやすく書くだけじゃいけないっていうことかないやでも書きコーナーってそういうコーナーじゃないから面白いみんなの画力を上げようっていう。皆さんも投票は大丈夫でしょうか。そろそろ終了とさせていただきたいと思います。締め切りますよ。はい。締め切り。どうかな、どうかな、切れたかな、締め切ったかな。もうちょっと待ってね。どうだ。おい。簡単に。嘘でしょ。え、なんですか。結果はそちらにも出ると思うんですけど。思いますか。どうですか。お待ちください。出るかな。あ、はい、では確認いたします。お願いします。はい、1位が3番。いけ。これ3ピッチだ。39.7% 3番。で、2位が、31.7%、1番、はい、なんでだ2番となんで、こういう結果に今なっております。なんで、はい、そう意外だよ意外だよあれおかしいいや、まあ、2番、1番、うん、みんな面白いのが好きなの。そういうことかもしれない。やるやんけというそういう方向性っていうコメントがあのそういうものであるとうんそういうのね全然もある意味才能かもしれないはいでは後半にもまたやりますのではい、はい、好評は、はい、引き続きよろしくお願いしますでは番組の後半でも投票を行うのでよろしくお願いします。はい、以上、お絵かきコーナーでした。はい、それでは番組の後半はトークコーナーとなっております。題して、生バッフル的能力はい、皆さん、ますますね、暑い日が続いてますが、この暑さをどう乗り越えるかっていうことで、今回のトークテーマは能力となっております。うんまあ、ちなみに能量とは、暑さを避けて涼しさを味わうことです。うん、らしいんですか。なるほど、はい。はい、このテーマでトークしていきたいと思います。皆さんもどんどんね、コメントで参加してきてください。お願いします。お願いします。お願いします。そもそも避けられない暑さじゃない？もう。最近は暑いですよね。そうですよね。プロみたいな、そうね、うん、数字が気温で出てる。暑い本当にサウナみたいな。本当にね、なんかもうさ、呼吸がさ、それこそ本当にサウナみたいなさ、うん、もう吸いにくい。そうですよね。そうマスクすると余計に息がしっかりて、危ない、うん、ね、なんかスマホに防災アプリを入れてるんですけど、最近なんか熱中症気をつけてくださいねみたいな、うん、なんか通知が来るんですよ。最初はなんか屋外での活動を控えてくださいねぐらいの通知だったのが、最近なんか警戒アラートみたいになって、なんかちょっと待って涼しい話したっけ。あ、最近納涼しないと納涼、まあ、そのぐらい警戒アラートが出るぐらい暑いらしいんですよ、なんかっていうねえ、ちなみにその暑さの中どうしてますか。納涼です。いやでもなんか毒せぎようがなくないですか。なんかもうどうしろとってちょっとなりますよね。なんか、まあ、私はあんまりこれはやらないけど、はい、人によってはスイカ食べたりとかさ、あ夏野菜食べて、うん、熱水分と麺、うんうんうん、取ったりとかします、ね、あるけど、スイカ好きですか。え、スイカ好きです。いや好きなんだけど、うん、このここが好きなのよ。まあ、みんなそうだと思うんだけど、あどれも好きやねん。めっちゃ甘辛、キュウリみたいになるから、あんまりちょっと許せなくて、逆ならいいのになっていつも思いながら食べる。確かに、それもそうなんですよ。普通に逆からこうスプーンでザリザリってやって、下から食べたらいいんじゃないですか。え、どういうこと？え、なんかこう、あるじゃないですか。で、皮のさ、縁のところをスプーンとかでザリザリザリって切って、こうして食べたらいいんじゃない。あ、逆にそういうこと
これよくやるんですけど、初めて聞いた。嘘だ、本当だって、こっちは最後まで撮っときたいじゃないですか。そりゃそうなんですけど。待って、嘘だってもうどうせ食べてたら手ベタベタになるからいいかなと思って。そこまで。マジで初めて聞いたな。マジでだってこれ、この食べ方したら最後に甘いの残るじゃないですか。今度やろう。ちょっと涼しげなことしてますみたいな。涼しげなこと？とかさ、この涼しげで楽しむ涼しげなもの。情緒がないみたいな。なんか最近欲しいなって思ってるのが風鈴。わかるよ。音聞くと、うん、うちにも欲しいなと思うんですけど、買ってないんですよね。ないです。それわかる。欲しいなと思いますけど。普通に お店のなんかいろんな種類が並んでるのを見るの好きなんですよ。あのなんかいろんな形のあるっつってキャッキャってやるのが好きっていうのはあるんですけど、なんかどうなんですかね、あれって、なんだろう、体感として涼しく感じるってことなの？そうなの、風鈴っていうのは。なんかどういう効果を持って夏にあれを垂らしてるのかがいまいちよく分かってなくて。なんか夜のその涼しい風とともに、そのチリンっていうのが気持ちよく入ってくる。今また開けてるお茶がどんどんないと思うんです。そうです。なんか日本人の DNA に刻まれてるんだと思ってた。なるほど。昔からは綺麗なのがあるので、そう、ちょっと、あ、風吹いてきたなみたいな。あ、そういう風を感じるための音かなと思ってたけど、確かに今窓閉め切ってますね。確かに。扇風機のそばとかに置いてます。うるせえわ。そこにないですか、その例えばそのキラキラしたガラスとかさ、食事するときの器具ガラスにしてる。ああ、涼しげなお皿とかね。その中で、私その中で帰ってくるわけだから。いつも同じ皿。うん。でもね、そうめんのね、器とかをガラスで透明にすると、ちょっと涼しげな感じに、ね、なったりしますからね。ねそうめん食べるときとかさ。今、耐熱だと。ありますかね。グラタンもガラスを使うんですか。すごいな、おしゃれですね。透明のものってやっぱりちょっと涼しげなイメージがなんとなくありますよね、やっぱり、ね。そうですよね。
こまごました身の回りのものからちょっと体感として、ね、見て涼しくなるものとかね。芳香剤とかのバーが入って液体が入って、中にもその夏仕様で青い石とかいろいろ入ってるバーが、すごいおしゃれだ。それからかけて、すごい。いいの。おしゃれ。私よくスーパーのアイスコーナー行っちゃう。もう吸い寄せられるから、ね、物理的に涼しくなっていくスタイル。さっきもなんかすっぱい大好きな少ないけど。確かにちょっと少ない。もう出てましたよね。空欄がいっぱいあって。珍しいぐらい。そう、ね、うん、あらららら。そう。今日それからもうなんか一個ぐらいしか、うん、やっぱみんな量を取ろうと。本当からあれですかね。みんなが食べるように買ったのか。ありそう、うん、でもなんかそのあるじゃないですか、アイスはこうあるとして夏が量が感じられるお菓子とか、あ、水菓子系とかくず餅とか、あ、うん、水羊羹とか、そうそう、あ、水羊羹好きだからくず餅とか、ね、わらび、わらび、かき、幸せ、ね、大好き。食べる派ですか。この話前もやったっけ。混ぜる派とかもいますから。いますよね。私はカルピス派。何それ。好き、わかる。あの屋台でかき氷こうやってかけるじゃないですか。そこにカルピスっていうのがあって、まあ、多分カルピスの原液なんですけど、そうかけると。やっぱカルピスだけ味が違うじゃないですか、他のやつに。まあ、まあ、そうね、そうね。溶けてもカルピスとして飲めるからめっちゃおすすめなんですよ、これは。確かに、確かに。カルピスうまいんですよ、めっちゃ。なるほどって言っていただきたい。おいしい。確かにいいかも。氷っていうのは水の塊なわけだから、やってることは普通に割ってるのと一緒だめっちゃ確かに、いいな、カルピス。カルピスおすすめです。見たことないな。なんか屋台とかだとね、結構確かにカルピスとかね、コーラ味とか見かける。あ、コーラは見る。イメージあるけどな。コーラ見るけど、まあ、買ったことはないんですけど、コーラ味ってどういうことって思って。なんでしょう、普通にコーラですよ。普通のコーラじゃないでしょ。なんだろう、普通のって言うんですね。なんだろう、あれ。コーラはコーラなんだろう。カルピスはやったら薄いらしい。ちょっと薄められてる。気持ち薄い。完全な電撃ではないということで。かき氷って削りフルーツ。あ、はいはいはい。この間初めて食べた。あれは頭痛くなる。ね、美味しいよね。いちごとか美味しい。食べたメロンいただきます。メロンもあるんだ。いいなぁ。あれはなんか初めて、東京に来て初めて知った。最近屋台多いですね。なんか高いのも多いですよね。なんか普通のかき氷よりちょっと値段張って、うん、台湾かき氷みたいな。ふわっとしてるやつ。あれも美味しいですね。韓国だとハッピースそうかき氷、韓国風のやつ、いろいろ乗ってて、うん、そうそうそう、で食べ物はバカじゃん、ちょっとちょろちょろあるもの出してなんか好きをなんか気がつくと食べ物の話、食べ物だね。例えばその神社に、ね、涼しい、ね、なんかあるじゃん、涼しくないよ。明治神宮は涼しいですよ。そうなんですか。参考するにはもう。そうなんだ。すごく広いですし、木がみんなね、あの、日陰、日本でしかやれない。森になってます。ああ、そうなんだ。歩けます。行ってみたいな。涼しいですよ、風も。知らなかった。地元避暑地っぽい感じ。へえ。タイのたこ焼きは白い卵。だから食べ物ですか。白いんだ。焼きが甘い。卵が入ってる。卵が入ってる。卵液が入ってる。なるほど。あ、そうなんだ。そんな違いがあるの今知った。でもお好み焼きとかはそっぺらくてしまう。
あ、でも後から卵潰して乗せてる。あ、もう後から卵焼き、目玉焼きが乗ってるからって言ってましたね、入ってない。そう、あまり考えたことなかったな。考えた。美味しいとしよう。そうなんです。わー、山盛りにしてくれた。ちょっと情緒のある話。戻す。昔やってたことなんですけど、家でそのゴーヤを育ててて、そう、でそのグリーンカーテンみたいなのになってた時はすごい涼しかったです。欲しいですね。すごい涼しい。一応家めちゃめちゃすごくて、その緑が、うん、でなんか ある日家にお尋ねしてきてくれた人がいて、なんかそのグリーンカーテンのコンテストに出してみませんかみたいな。それで写真撮ってもらって、なんか金賞かなみたいな。すごい。それで私の思い出です。すごい。絶対育ててるんですけど、すごい収穫したぐらいですけど、もう嬉しかったの覚えてます。コンテストあるんだ。そうですね。そういうのもあるんだ。グリーンカーテンの。選ばれし。何を見るんだろう、ね、すごい伸び具合。綺麗に生え揃ってるかとか見るのかな。でも見た目もある。そうですね。で、あと実用的にちゃんと引っ張ってできてるからね。うんうんうん。でもちゃんと、なんだろう、日も生えるところもあって、ちゃんと日陰もあってみたいな。うん、そうだから、ね、そこも大事だ。大事なんです。ただ日陰だったら、ね、別にいいけどさ。ちゃんとね、育ってるって。うん、ちゃんと育ててたんだ。ゴーヤも食べれるし、いいね。うん、一石二鳥ね。朝顔とかでもできるんですかね。あ、でもつるのね、うん、あるとかヘチマとかゴーヤとか、ヘチマを結構やりましたよね、そういうので学校で。リンカーテンってハテナっていうのが出てるんですけど、リンカーテンっていうのはあれですよね、なんて言うんでしょう。家のなんか外側に網のなんか布みたいのを貼って、そこにゴーヤとかつるの植物をなんかまとわせて育てるみたいな。自然にね、あれです。張ってくるように放物線みたいな作るんです。そうみたいな。オウムじゃないけど、なんかちょっと日差しになるように育てるみたいな。自然のカーテン。訓練のカーテンみたいにするっていうやつです。合ってますよね。合ってます。外側にね、屋外に、そう庭に植物カーテンみたいなのがね、できるんですね。そうです。まあそこは意外に日陰っぽくなって涼しくなるっていう、うんうん、やつ。私もやってみようかな。一石二鳥でコンテスト出そうかな。ねえ、こんなのあるんだ。あるんですよ。なんだろう、あと農業ヘチマを小学校でやってたっていうコメントありますね。ヘチマのグリーンカーテン、ヘチマ全然わかんない。結構育つんですよ、ヘチマも。一緒な感じですね。ヘチマって食べれますよ。沖縄料理。植物がヘチマっつう植物があるんですよ。でもウリカですね。私も小学校の時育てはしたんだけど、食べないでなんか乾燥してなんかスポンジみたいに使ってねって言ってみんなで育てたの配ってもらったような記憶があるの。夏いっぱいで取る。すごく育つの。あ、そうですね、そう、芯だけ乾かしてスポンジにしてたっていう。すごい。芯のとこ乾燥させるとなんて、芯のところ取って周りを食べるっていうのが沖縄料理で、その炒めて好きなんですよ。私まだ出会ったことないかも。どうなんでしょう、確かに痛いけど。痛いんだ。硬い。赤落ちてるなーって感じはします。ゴリゴリするなーって。痛い。がっつりなんか洗ってるなって感じはします。はい、ということでね、先ほどもちらっとお話には出たんですけど、今年なんと3年ぶりに秋葉原の神田明神で。農業祭り、おお、3年ぶりですよ、やるみたいです。復活。ただ
ど、はい、ぜひね。もう本当みんなで、あの、お祈り、お祈り、お祈り、頼む、頼む。いっぱいヘクテルノート作って、もう祈るしかない。祈るしかない。はい、はい。なので、皆さんもぜひご興味ある方は行ってみてください。はい、以上、ナノバフル的納涼でした。やめてください。ここで食べ物しかなかったなって。いや、それ以外の話もちゃんとしました。しました。それでは、まもなくエンディングということで、皆様、お口の方をお願いいたします。はい、では、私から。はい、私、ツイッターとインスタグラムをやっております。どちらもね、割と動かしているので、皆さん、ぜひ、チェックとフォロー、よろしくお願いします。はい、はい。あ、こちらですね。今見てたと思うんですけど、ツイッターやっていまして、最近ですと、その、先月、秋葉原にお散歩行きまして、それの動画が上がっておりますので、ツイッターからもぜひチェックしてください。これはあれですね。うんこミュージアムの。え、なんだろう何これ。そう、これさ、何どうしたのと。いや、もうめっちゃ行きたかったんですよ。しかもなんか金色当たりましたみたいな。よくわかんないと思う。金色からに当たりもう、そうなんです。最初に自分で産むんですけど。産む、うん、で、金が当たっても、めちゃめちゃ嬉しかった。なんか、不思議な世界観。おすすめです。おすすめされた。私以外みんな子供でびっくりしました。遊びに行ったのに終わった後にやばツイッター何もやってないって。
ゃないんですよ。写真だけ撮ってから。あとでなんか。やっぱーってなって結局。やる前に撮る。やる前に撮る。写真だけ撮ったけど、あとでなんか撮る。習慣づけます。頑張る。頑張る。結構しないんですよ。写真だけ撮って。やっぱり楽しんで、あ、マジで、おかしいおかしい、ネタあげようか、マジですか、行きましたよちゃんとみたいなこんなそろそろ入ってきてほしいんだけど、そろそろ2回目の投票ですね、はい、あ、そうです、はい、はい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 、それではですね、今日、はい、今日はあのやっぱりそテーマが涼しげっていうこと、涼やかっていうことだったんで、この1時間を通じてファッションも含め発言も含め絵も含め誰が一番涼しげだったかっていう人に投票してください。涼しげだった人、涼しげだった人、はい、涼しげだと思った方、むしろ今日服装以外で涼しげなことありました？冷や汗をかいたとか、そういうのもいいですよ。滑ってるじゃん。はい、行きます。はい、スタート。あ、順番、あの、あ、はい、変わらず、もえもえが1番、私が2番、3番が私、ゆうちゃん。見て見て、ポニテだよ。ポニテだよ。ポニテだよ。なんだ、そこでなんだ、そういうのあるのか。なんだ、おいおいおい。なんだ、あげますと、そういうのあるのか。肩出てきた。アピールタイムだ。アピールタイムだ。いや、でも夏といえばで、ね、さっきね、話題にも上がりましたから、スイカ。スイカね。スイカですか、ね、あら、可愛いよ。夏といえばながらですからね。最近あの、最近切ったスイカ売ってますよね、スーパーとかコンビニで。うん、そうですね。そうあれ、ね、いいですね。いちいちスイカ買ってきて切らなくていいから。確かに便利です。うん、お手軽ですよね、うんうん、あの。冷蔵庫が圧迫しないからいいです、ね。ああ、そう、うん。そうなんだ。ね、小玉スイカでも入らないもんね。入らない、確かに。うん、でも夢は、小玉スイカってそんなにちっちゃくないですよ。そう、小玉じゃないんですよ。メロンくらいありますから、ね。高いと、プログスイカだから。でかーい。昔はでもスイカ買ってきてお風呂に入れてたよね。お風呂で冷やしてた。すごい、うん、お風呂に水入れて氷入れて冷やしてた。だからスイカがあるとお風呂入れない。たらいみたいな、たらいみたいな銀のたらいがありましたよ。 あ、そうね、あったね。あとあの丸々のをこう半分にしてお玉で食べたい。贅沢。いいな。なんかケーキホールで食べるみたいなロマンが。こうやって食べたい。私キャンプであのスイカあの川で冷やしてたらそのまま流れちゃったことがあります。ああ。川あるあるですよ。あるある。川あるある。はい。どうかな。出たかな。鬼手って実は肩が焼けるんだよね。コメントが来てます。やめて。まあ確かにむき出しになりますからね。はい。来ました。お、すごい。お、どうですか。え、かな。嘘。すっごいです。票が圧倒的、はい、圧倒的ズームみたいな。はい。はい。ではまず1位の発表です。はい。50点。普通客からじゃない。あれでもさっきも1位から行っちゃったからどうしようと思って。下からいきますか。2回目だね。下からいきます。2回目は下からいきます。はい、じゃあまず、一番の下が、1番だから、私ですかね。なんで？なんで？スイカ。やはり、ポニテか。やはり、ポニテか。はい。では、2番目が3番。いちゃんですね。で、どうだろう。1位が2番。でも今日どう、ね、合算したら、合算したら3番だね。あー、最初から聞いた。最初から聞いた。いや、最初さ、だってさ 39.7 でしょ。でも 45.8 じゃん。まあまあ、まあ、28.6 じゃん。じゃあね、なんでいくの。いや、もう今日って感じ。絵の力。変な断面図
同状況だはい、ということで、はいはい、今日は涼しげということでテーマなんでこんなの。おお、白クマパフェ、白クマ風パフェ。いいですね。なんで白クマかわかんないですけど白クマです。はい。確かになんでかわかんない、ね。確かになんだろう。フルーツと他にある。なんかそのアイスがね有名だけど。うん、そうですね。白クマ風ですね。赤木乳業のすることよくわからんというね。本当だ。ありがとうございます。いや今日はいつものねあれが追随かと。うん。あれでした。そうです。ただねちょっと同情票絵の同情票。いや私は本気です。はい。じゃあそれでは生バッフル91断面。早くね。あ。の伸ばします。言っちゃった。ちょっと待ってね。あでもな。はい、はい、どうぞ。あはい。これでは強いし。これでは強い。これでは強い。はい。じゃあ生バッフル91残念ながらお別れの時間です。はい、私たちが出演している番組秋葉ワンダフルボックスは毎週火曜木曜日。毎週どうした？どうした？どうした？落ち着け私たちが出演している番組秋葉ワンダフルボックスは毎週火曜と木曜日6時更新です。番組公式サイトにて番組の情報を配信しておりますので、もっと番組のことを私たちのことを知りたいって方は秋葉ワンダフルボックスで検索してください。このショールーム、番組公式ツイッター、フェイスブックと、あと YouTube のフォロー、MC の私たちの SNS のフォロー、チェックもお願いいたします。本日の当番 MC、本日の当番 MC は、私、もえもえです。私いや一瞬変なとこ見ましたかな。また端に咲きましたかなと思って、ちょっと焦りました。まあ、私です。ぜひ。はい、よろしくお願いいたします。次回の生バッフル93は、2022年9月8日木曜日の予定となっております。詳細については間に次第告知しますので、番組にお時間を空けておいてください。ああ、だ俺か、俺か、はい、はい、さて、ごめんなさいね、ちょっとね、うん、あまりにもセブンイレブンのカシミルカレーが辛かったんでね、はい、すいません。はい、いかがでしたか、今日の生バッフルは。生バッフルはいや、断面図断面図しか覚えてないです。断面図そんなに気に入った。断面図違う、そういうことじゃない。気に入ったかな。私たちね、パッて見た瞬間の衝撃が何みたいな。普通に帰ってたら隣がなんかすごいわーってなってるから何と思って振ってみたらあれなんですよ。私もこうやって帰っててなんかこうなってるから何だと思ったらこっちだったんですよ。なんか面白かった。いやシリーズ化しよう、シリーズ化、断面シリーズ、断面シリーズ。ダメ禁止令出ますよ。まさかよみたいな。見ていただきたい。はい、はい、それでは生バッフル91のお相手は今井優香と浜中里奈と石井ラボエでした。違う、本当にごめんなさい、石井ラボエ。いいよいいよ別にね、はい、バッフルさんでした。はい、バッフルさんでした。はい。ごめんなさい。私謝ったもん。